以後第165潜水艦は、日本海軍の潜水艦。イ165型潜水艦の一番艦。春工時の艦名は、以後第65潜水艦。撃沈総数8隻、計41054トン。撃沈積数では、帝国海軍潜水艦の中では、イ20と並んで、第5位を誇る。劇破総数1隻。 激破トン数6693トン。艦長たちの軍艦四430から431ページによる。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ハンディバン日本海軍艦艇写真集19巻72から73ページ。ABCDEF 艦長たちの軍艦四430から431ページ。 昭和13年6月1日付、内例、第421号。ABCDEFGHIJK、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録106ページ。日本海軍史、第7巻、356ページ。漢報、第2364号。昭和9年11月16日。AB、官報、第2550号。 昭和10年7月4日。漢方、第2971号昭和11年11月26日。海軍事例広報号外第99号昭和12年12月1日。アジア歴史資料センターレフシ C130 億 720072700AB。 海軍事例広報号外第152号章は13年3月19日付、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 3500AB、海軍事例広報号外第193号章は13年6月11日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万3900、海軍事例広報号外、 第205号昭和13年7月4日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万4100。海軍事例広報号外。第218号昭和13年7月30日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万4100。AB、海軍事例広報号外。 第261号昭和13年11月15日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万4600、海軍事例広報号外。第273号昭和13年12月15日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万4800、AB、海軍事例広報第百十六号昭和十四年三月十一日、 アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万5500海軍事例広報第319号昭和14年3月28日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 5500AB 海軍事例広報第354号昭和14年7月6日 アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 6000AB 海軍事例広報第363号昭和14年7月29日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6100海軍事例広報第695号昭和16年8月20日アジア歴史資料センターレフ C130 億7208万800 ありがとうございます。